はい、ネットワークビジネス、その他いろんなね事業をしていて所得があるのに、持続化給付金が受けられないやとお嘆きの皆様、こんなレポートが届いております。2019年個人事業主開業で、2020年5月に開業届と確定申告書を提出し、ね、先月ですよ、開業届と確定申告書を2020年5月に提出し、6月1日に持続化給付金の申請をし、6月11日に帰宅したら振り込みのお知らせのハガキが届いていました。いかがですか？ね。2020年5月まで開業届出してなかったんですよ。2019年に開業したということにして、まあそうなんでしょうけども、開業したんでしょうけども、2020年の5月に2019年から開業したんですよということで開業届を出して、そしてその間の確定申告書を提出し、6月1日にネットで申請をして持続化給付金ね、6月11日10日後に振り込みがあった。いかがでしょうかね。私の申し上げてた通りでございます。また一つね、訴求して、事業者申請をして、訴求して確定申告をして、持続化給付金、個人事業主100万、法人200万受理された例がまた生まれました。おめでとうございます。以上です。